さらに覚えていただきたいと思います。ですから、この観覧時代ですね、中東和平、つまりイスラエルとですね、まあ、アラブ、またパレスチナがですね、和平の締結をした時から7年間がね、観覧時代となっていくと思われます。ですから、さらに覚えていただきたいと思いますが、その時ですね、さらにこの最初に白い馬が立つ。これはね、キリストの勝利であり、このね、終わりの時のリバイバル。ですからこの問題が起きるとともに主の救いがこの全世界的に起きてくるぞということをね、ぜひ見ておいていただきたいと思います。そして今日はですね、エルサレムの平和のための祈る、これはですね、このロサンゼルスのジャック・ヘロド牧師、ニューヨークのですね、名前忘れましたけど、この牧師が、この提唱して、この10月の最初の日曜日に全世界でエルサレムの平和のために、この詩編の122編にあるエルサレムの平和のために祈れという祈りをね、なしていこうではありませんかと提唱して、世界146カ国から今、もっと増えていると思いますけれども、そのためにこの今日ですね、これを一人一人が覚えて祈っていく日としてね、この覚えていただきたいと、ね、思っています。一言お祈りします。愛する天の地の神様、エルサレムに平和が来ますように。あなたが建てられ選ばれ、あなたが愛された都をエルサレムに平和が来ますように。本当に多くの患難、困難、戦争、このテロなど許されていますが、さらにこのあなたの御手によってエルサレムのうちに平和が注がれていくことができますように。この終わりの時代、さらにこの地において、あなたの救いと癒し、解放、奇跡、平和が豊かに注がれますように、豊かに導いてください。イエス様の御名によってお祈りとします。アメン。はい、さらに覚えていただきたいと思います。そしてですね、このさらに今日ですね、つい先週気づきましたけども、なんか那覇祭りで、今日はですね、このいつもこの真ん前はですね、歩行者天国ではないんですが、11時半から、何時まで、2時だっけ、2時までね、このね、この朝とのね、ここのバス停のところも歩行者天国になって、車が、ね、入ってこれない状態になります。ですからね、注意しておいていただきたいなと、ね、思っています。まあ、枝道は入ってこれるからね、枝道から、ね、ピックアップして帰るということができると思いますが、ですからね、第一礼拝の方は大丈夫ですけど、第二礼拝の終わったとね、ちょっと混乱しないようにね、注意しておいていただきたいなと思っています。さて今日はですね、ルカの福音書の連行の71回目として、17章の20節21節、この短く開きましたけれども、しかしね、この部分ね、話そうと思ったら1時間2時間になる箇所なんですけどね、非常に難しい箇所なんですが、もう一度意味しますが、さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。で、今日はね、神の国ってね、神の国、神の国、まあ、イントネーションは難しいですけどね、はい、の言葉ですが、イエス様ね、ですね、この マルコの福音書の一章でね、最初に何と言ったかというと、15節ですね、1章の15節、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。交渉外の最初にね、神の国は近くなった、悔い改めて福音、つまり神を信じなさいということをね、語りました。そしてね、この神の国に関してね、これから今もですね、いろいろとね、語られていることがありますけれども、この神の国とはまず何か。神の支配であり、神の義であり、ですね、神様がおられるところ。ですから、その永遠とかね、そういう神のね、属性をすべて持っているそのところです。そしてね、このパリサイ人、ね、律法学者、またユダヤ人の方々は、自分たちはこの、ね、選民イスラエルである。選民って何かって、神の国に選ばれたものであるとね、信じていたわけです。ですからここでイエス様にね、ルカの福音書に戻りますが、いつ来るんですか、ね、
いつ来るんですか、またはね、どこに来るんですかってね、この、17章の最後のね、37節、この主をどこですかってね、この弟子たちも聞いてるんですけども、いつ来るんですか、どこに来るんですかってね、これね、人間の特性です。私たちはね、まあね、このね、分からないことに関して、いつですか、ね、いつ、ね、来るんですかって、皆さん聞いたことないですか、ね、お母さん、何時に寝るのとかね、私よく聞きますけどね、ですね、いつ、またどことかね、つまり目的意識ですね。でもね、これね、自分の問題に当てはめると、神様、私はいつ癒されるんでしょうか、神様、私はいつ何々になるんでしょうか、神様とね、祈られる方多くいらっしゃると思いますが、これ、ここね、ここにね、鍵があります。ここにイエス様何と言ったかというと、21節に、あ、まずその前のね、神の国は人の目で認めるようにして来るものではない、つまり私たちのこの目によってね、分かってくるもんではないぞって言ってるんですね。じゃあそれは何かというと、それはここにある、あそこにあるとか言えるものはいいですか、神の国はあなた方の中にある、私たちのうちにあるぞってね、言ってるんです。じゃあ私たちのうちにあるぞ、どういうことか、まあ、一番簡単に言うとね、信じてる私たちのうちにあるんですよってことをね、ここでイエス様言ってるんですね。で、ヨハネの福音書の3章の、ね、ところにね、有名な、まあ、3章の16節は有名ですけども、その前のね、この3節にこういう言葉があります。ヨハネの福音書3章3節、176ページですね。その前に2節ですね、この人は夜イエスのもとに来て、先生、私たちはあなたのが神のもとから来られた教師であることを知っています、神が共におられなければあなたのなさるようなこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた、まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません、ね、新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。その時ね、人はもう一度胎に入るのか、ね、そうではないということね。つまりイエス様を信じることを通して、私たちは新しく生まれ変わったものとして神の国を見るもの、神の国をね、入るものとして招かれていくんだぞということね。もっとね、ちょっと厳しいことを、ね、言うとですね、マタイの福音書のね、21章にこういう言葉があるんですね。もうね、本当はね、もっといっぱいあるんですよ。このチェーン式を持っている方はね、神の国で引かれるといろいろと面白いことがありますけども、21章の43節、44ページ。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。これね、このユダヤ人パリサイ人たちね、この言った言葉ですが、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられる。ね、これね、つまりイエス・キリストを信じる私たちに、神の国の実、つまり実質が表されていくようになる。だからね、ユダヤ人たちはここで怒っちゃうわけですけども、ですからね、ぜひね、この神の国ということをね、知っていただきたいと思います。それは何か、もう簡単です。神の国とね、先ほど言いました、信じる者に与えられていく。ただね、ここでルカの方にね、このちょっとキーワードがあるんですね。それは何かという、先ほども言いましたが、人の目で認めるようにして来るのではない、私たちのね、見えたから信じる、見たから信じる、私の思った通りになったから信じるんじゃなくて、神の言葉によって、神の言葉によって来るんだよってことです。
ね、信じたら信じる、このね、表されたら信じるからではね、この神の国を見るものではないわけですよ、ね、それは何かって、信じたものに新しく生まれ、信じたものにこれ見ていくんだよ。ですからね、何回かここのところね、導かれてますけど、秋元牧師がね、私は癒されましたってね、多分今日もね言うと思います。入院してもね、私は癒されましたって。どうですか、それはね、神様がそう語ったからです。神様がそう語ったからです。つまりご自分でね確認。ですからこれね、人に語られたからってね信じるんじゃないですよ。ちゃんとご自分で吟味してください。牧師が言ったからそう信じるとね、これ一番危ないですからね。牧師の私が言うんだから確かですよ。つまり皆さんお一人お一人が神様に祈り確認し、神の言葉として受け取ったそのことを信じる。見えるから信じる、神様の言葉を信じる。そこに神の国があるんです。そこに神の実質があるんです。神の国の実があるんです。で、その中でね、私たちはこれからね、大きなね働きを見ていきます。なぜならこの終わりの時のこの教会のね、召しは終わりの時のリバイバルに召されている。だからこそね、ちょっと余談ですけども、このね黙示録が開かれたり、黙示録がこんなに開かれるなんてね、すごいなと思うでしょう。私も本当に思ってますよ。これなんでね、白い馬のことからね始まってね、またこのね、この観覧中継教室に至るまでね、秋元僕新学生時代観覧前経験生ですからね、意味わかりますか。つまり神学を勉強して、いろいろ勉強して、いろいろ授業を受けて、それでいて観覧前経験生ですよ。でも神様導かれて、ね、パトモスに行き祈り、聖書を読む中で、あ、そうではないということね、気づかされる。これはすごいことですよ。つまり一人一人のうちに、この祈り聞く中において、神様が開いてくださる恵みがあるぞ。その中でね、この教会における使命である終わりの時ということ、それがね、この黙示録が開かれることに直結するわけです。そしてそれは何かというと、リバイバル、白い馬がね、先ほどちょっと言いましたけれども、観覧ね、この観覧が始まった時に白い馬が来られます。それはキリストであり、勝利であり、ね、全世界における救いの働き、そこに私たちはね住んでるんだよってことね、さらに見ておいていただきたいと思います。お祈りします。愛する天の地の神様、さらに私たちがあなたを愛し、あなたに従い、あなたのうちに歩むことができますように、助け導いてください。癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず悔い改めの時を持ちてまいりましょう。お願いします。愛する天の地の神様、癒しを注ぎ、解放を注ぎ、霊を注ぎ、祝福してください。イエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ。ホールスプラスサンダルサンダルサン、この咳が癒されていきます。癒しを受けてください。またこの何か、フラフラとしてしまうこのような方がいますが、それが癒されていきます。イエス・キリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の御名によってお祈りとします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美してまいりましょう。恋長くは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが
私たち一同ともに、世と越しへに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。短く黙祷したいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りとします。アーメン。